そして右側から青いユニフォームがドイツのハンス・グストエティナ。グストエティナが上がりました。ブルガリアと1回戦はいい勝負をしましたドイツのハンス・グストエティナ。一方のヤブライレフの方は1回戦伊藤を7対0と下しています。このヤブライレフはですね、まだあまり実績はないんですね、はい、昨年のヨーロッパチャンピオンだけということで、はい、今年はヨーロッパ選手権に出てないんですね。ああそうですか、はい、89年はそれで世界選手権を取ってますね。これはああヤブライロフですね。はい、89年ですね。年ですね。ですから今から2年前の世界チャンピオンですか。はい、そうですね。まあ、ソビエトのこの中の予選の厳しさといいますかね、はい、常にこの階級の選手が交代しているという、予選の厳しさが伺えますけどもね。旧ソビエト現在 EUN で出場していますヤブライロフ、1対0とリードしています。福田さん、ドイツもですね、東大ドイツが合併しましたのでね、はい、やはりドイツの実力というものが今度のオリンピックではいろんな面で注目されていると思うんですがね。そうですね。このそしてドイツはまあ、旧東ドイツと西ドイツの選手がやっぱり混ざって出てきてますね、はい、さあ低く飛び交いました片足タックル。グストエティナ、このグストエティナは今年のヨーロッパ選手権の第5位ですね、はい、で去年は第2位、ヨーロッパ選手権第2位ですね、はい、まだポイントになりませんか。これはまだなりません、なりません、ね、はい、今ここでポイントですね。 今完全にやっぱり回ってポイント、ポイントですね。これで2対0。実力からしますとやっぱりEUN のヤブライロフですね、ヤブライロフの方がやっぱり一枚上手ですね。さあここまでは攻めましたがこれからのポイントは加えることができませんでしたヤブライロ。1回戦は伊藤敦がこの EUN のヤブライロフと対戦して7対0で敗れました。この階級の、まあ、ソビエトの選手はもう誰を出しても世界チャンピオンクラスですからね、はい、まあ、先ほどもお話を伺いましたが200万人でした。そうですね、200万人近いレスラーがいますからね。レスラーの人口だけでもね、はい、非常にそれだけ層が厚いわけですね。コーチだけで5万人と言いますからね。コーチの5万人ですか、まあ、日本の全レスラーの人口よりも多いわけですけどね。上回ってるわけですね、はい、ヤブライレフが今お互いにちょっとこう指を組み合ってレフェリーから注意を受けました、はい、あれは指をね、ああいうふうに指同士で組み合うと指を痛めるものですから、あれは禁止なんですね、手首を持つのは構わないんですね、パッシーブ、赤はパッシーブです。膠着状態ですねこれは、はい、これはやはりパッシーブも点を有利にしている方、点を取っている方の選手の方がやはりパッシーブを受けるというケースが多いですね。そうですね、やっぱり逃げますからね、逃げるとパッシーブを取られますね。そして座らされるというケースが多いですね、はい、残りが2分切りました。依然として得点は2対0、ヤブライロフ2点をリードしています。ドイツのグストエティ2点ですからなんとか返せそうな感じなんですけれども、はい、バックに回っても点を上げることができません。やはり守りが固いと言いますかね、はい、なかなかそう簡単にはポイントくれません。相手の腕を下から取っていますヤブライロ。非常に守りが固いエルマディ・ヤブライロ EUN。
Fusat Ilhan, and he will take on the bronze medalist of the European Championship, Vincent Casares Juarez of España, of Spain. 指を痛めました。ちょっと痛そうにしています。ドイツのハンス・ルストエティン。ヤブライドフのですね、握力が強いんですよそうですか。でですね、手首や手を掴んだだけでも、もう相手が折れそうなくらい痛いもんですからね、ああいう痛いというジェスチャーをするんですね、はい、指を組み合ってますね、ああやって、あれは禁止です。あ、これ今レフェリーが話しに行きました、はい。さあポイントを取りました。さあここでドイツのグストエティナ、ワンポイントを返しました。返す、横串、いや、あのアンクの方で返せばもう逆転ですよ、ここで。そうですね、はい、その差は1点。巧みに相手の攻めをしのいでいます、ヤブライロフ。これは先ほどの連続の技ですのでポイントにはなりませんね。はい、なりません。相手は返ってませんからね、はい。依然として2対1でヤブライロフが1点リード。さあワンポイントですから惜しかった、逆転のチャンスでした、はい、ドイツのグストエティナ。そこで返しとかないのが、まあ、逆転できないもとですね。返せれば逆転になりました、はい、グストエティナ。ややピンチに追い込まれましたエルマディ・ヤブライロフ。世界チャンピオンの経験もあります。今年はヨーロッパチャンピオンにもなりましたヤブライロ。今度の目標はこのオリンピックチャンピオンです。動きは良くなりました、はい、ウェストエティナ。しかし試合終了です。わずか1点差、2対1で敗れました。勝ったのはソビエ、旧ソビエト UN のヤブライロフ。ドイツのグストエティナーが敗れました、2対1。グストエティナーにすれば非常に惜しい試合でした。そうですね、